江澤さん、今日はありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。この場所でいつもあの小本さんの小本トークを撮っていただいてます。ありがとうございます、はいはい、私が座らせていただきまして、今日はありがとうございます、はい、まあ、今回たまたまというかですね、本を出させていただきまして、実は渋沢さんにコラムご登場いただいてます。ありがとうございます。で非常に ありがたいというか、参考になったお話をお聞きできて、で皆さんにそのコラム、渋沢さんがご登場いただいたコラムをぜひ見ていただきたいなと思ってるんですけど、その中でいろいろ私が気になっているというか非常に感銘を受けた部分とかをちょっと深掘りとですね、はい、聞きしてみたいなと思ってまして、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、やりたいことがこうスナップショットのようにどんどん出てきて、それがこう有機的につながっていくというようなことをお聞きしたんですけど、とても素晴らしいなと思ってまして、それって具体的に言うとどんなようなことなんですかね。スナップショットって見るとこう別にこう順番があるものじゃない場合あるじゃないですか。いろんなところにこう写真がこう貼ってあるみたいな感じで、そういうシーンがポンポンポンと出てきて、でそれがこう、まあ、時々それが映像みたいになっていくっていうところがあるかと思うんですけど、なんとなく自分が思ってたことをやりたいことっていうところが、後で振り返ってみると、あ、できてる時あるなと思って、でそれある意味で何でしょうね、こう頭の整理としてこれ読んだ、あ、そうだそうだっていうことが結構たくさん入ってたと思いますね。これこの本の内容で一番最初の私感銘を受けたところが、あ、確かにそうだなと思ったんです。それはこの一番最初のところで、できること、成功しない人は物事をできるできないで判断しますが、成功する人は、物事をやりたいやりたくないっていうところが、はい、確かにさっきのスナップショットっていうふうに考えてみると、できるできないことが別にスナップショット出るわけがそもそもないと思うんですね。やはりそこの中では自分がやりたいこととか願ってるところっていうのは当然未来のスナップショットとして出てくるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。だけどほとんどの場合、人間あるいは会社の経営とか会社の中でも結構できるできないの軸で判断してるなっていうことを改めてこれ気づかされてですね、本心戻ってやっぱりやりたいやりたくないっていうところをもっとやんなきゃいけないんじゃないかな。でそうするとその、できるできない、やりたいやりたくないっていうこういう4つのこう、まあ、エリアができるとすると、まあ、最初はこうできないけどやりたくないっていうことがあると思うんですね。それがもしかしたらほとんどなのかもしれないけど、今の他のところに書いてありましたワクワクする心を持つとかあると思うんですけど、そのやりたいっていう軸がこうずっと立ってれば、いずれそのできないことができるところにこう上がっていくとか、そういうところが示唆がこの本にあったんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。でそこに必ず笑顔があるというのが とても素晴らしいというか素敵だなと思ったんですよね。はいはいはい、ね、それは誰でもやはりこう将来のことを考えると幸せになりたいっていうことだと思うんですね。でそれはやはりそこではやっぱり幸せであれば笑顔があるっていうことなので、まあ、すごく、まあ、単純といえば単純なのかもしれませんけどもで成功っていうのは当然ながら一人ではできないことなの でその成功をいろんな人とこう、まあそのまあ、シェアするっていう意味での、まあ、笑顔っていうのは、まあ、あるんじゃないのかなと思ってます、はい。まあ、何でもかんでも物事ってすぐ叶っていくっていうことではないと思うんですけど、はいはい、イメージされたことってやっぱりこう少しずつ叶っていって、だんだんそれがこう大きくなっていくっていうような、渋沢さんにとってもそういうようなものなんですか。どちらかというと振り返った時にそうなってるっていう感じであって、その時その時の実感っていうのはもしかすると、あまり自分自身は意識してないのかもしれませんね。で振り返った時には結構できたところがあったなっていうことなの でそういう意味ではその30、40年前の自分と比べると、結構自分が思ってないところに今来てるなとっていうところはありますので、まあ、多分こういうのっていうのはある意味でこう速効力があるものじゃなくて、まあ漢方薬みたいなもの、まあ、あるいはこのマインドのところのある意味でこの、まあ、体操なんじゃないかなっていうものですよね。私はなかなかこの書くことって実はできてないんですね。で多分それとかこういう映像っていうのはおそらく客観的に自分がやりたいことをそこに置くっていうところの意味もあるんじゃないかなと思いまして、でそのワークアウトですよね。毎日毎日やってる1分1分そういうワークアウトしてると、体操してると、そのマインドっていうのが、まあ、いい方向にこうスイッチが入っていくんじゃないのかなというふうに改めてこの本を読ませていただいて感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。